それではおすすめのカクテルを作ります。今日はね、シンプルなカクテルを作ります。まずはグラスをしっかりと冷やします。こう冷やすとね、グラスが白くなっていきますよね。そしてベースはこちらサントリーの角瓶ですね。これを注ぎます。そしてここで氷となじませておくのがポイントです。しっかりとね、冷やしておきましょう。おいしくなれってね、思うんですよ。はい、そしてソーダを加えます。あとは軽く合わせれば完成です。お待たせいたしました。ハイボールです。どうぞ。